馬場さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今日は、はい、ちょっとおニューの、あの、Tシャツを着てきました。はい、あの、借りにくいたまたま、ちょっとひげ剃り忘れたんですけど、はい、ワイルドでいいんじゃないかと思います。はい、はい、馬場さんはですね、その学生たちから、あの、その興味のど真ん中、僕の興味のど真ん中ですっていうコメントが、一般のコメントの方に来てました。あと、やっぱりその熱いっていう熱意がよく伝わったっていうコメントがすごい多かったです。はい、で、あとはなんか、まあ、盛りだくさんって、すごいこう頑張って話し切ったって感じがすごい、うん、聞いてて伝わったんですけど、まあ、後半がちょっと難しかったかなっていう印象は正直ありました。で、馬場さんはまあ、その結構どこを削るかとか、まあ、その物理の場合でその目に見えない現象を扱うと、やっぱ生物とかに違ってちょっと伝えにくいんじゃないかなって思ったところが結構あったんですけど、ご苦労されたところとか。苦労して、まあ、今回作ったのはこんな感じで、まあ、苦労、まあ、詰め込みすぎたっていうのは自分でも分かってきて、で、まあ、目に見えないというのは実はなんか他の演者の方がもさ、作曲とか、犯罪とか、あれはあれで目に見えないんで、まあ、僕だけの苦労じゃないんだろうなとは思いました。で、初めに、まあ、その 3回作ったわけですけども、第1項と第2項と本番用で、なんかもう上だけにまとめちゃったんですね。大体こう、どんな現象ですかって、最後自分はこれ発見して今はこうしてますっていうのを一文一文ずつ書いた程度にしたんですけども、まあ、これが限界かなと思って、けど、まあ、その加見プロジェクトでサポートいただいている方、まあ、安藤さんなんですけども、基本的にはあの、もっとこう、なんや、こう、な、思いを伝えろって、なんでこの研究してるのかって思いを伝えろって言われて、難しいこと言うなって、難しいなけど、まあ、頑張ったら結局全部詰め込むしかないっていうことになったっもう、何をやって なんでこれが面白いのかっていうのを伝えようとすると、じゃあそもそもこの現象はどういう現象なんかから一から全部伝えなきゃいけないなとなって、まあ、はい、こうなっちゃったっていう感じです。はい、でもその思惑は多分成功してて、そのコメントの中に何か難しくて後半ちょっとついていかれへんかったけど、何かすごかったっていうことがすごいあって、はい、すごかった、熱かったっていうコメントが多かったので、まあ、うん、まあ、そうだから、そのもう詳細を伝えるのは諦めた、そこは諦めたんですが、まあ、なんでこの研究してんのっていうのを、まあ、できる限りまあ伝えようとしたという感じです。ターゲットとしてはどれくらいの人にこう伝わったらいいなとかもありましたか？ターゲットはあらかじめその学生さんもいるし、教員の方もいるし、イラストレーターとかサイエンスコミュニケーターとか、まあ、比較的なんていうか、まあ、科学はある程度好きそうな人っていうことは伝わってて、で、まあ、もういや、まあ、これ全員に伝えなきゃいけないっていう、あの、プロジェクトなんだろうなと思って、特にターゲットは絞らず、そのまあ科学はある程度好きで、最低限、高校生ぐらいの理科の科学の知識はあるはずだと思って、はい、プレゼンはしました。ただ電波と磁場が分からんと言われて、そういうコメントもあって、あ、そうなんや、どうしようかなとは思いましたけど、はい、まあ、はい、まあ、私も正直ちょっと分かんないです。え、そうなん、はい、そうですかね、まず千葉から分からんのか、はい、あの、なんか結構なのです、その辺に関する質問とか、割と基本的なところに関する質問が多くて、その、うん、光以外にもその温度や圧力などの条件になって磁石になる物質はありますかとか、だから それはもうすでになんか僕が、あの、なんか誤った情報をきっと伝えていて、光で物質をなんか磁石にするっていう話じゃなくて、光そのものが磁石のようになるかっていう話で、例えば圧力とかは、圧力は なんでしょう、圧力っていうのは力で、何でしょう、物じゃないです、うん、いや、でも光も物じゃないんだけど、物ではない、なんか場、電磁場とか場っていう何か存在がある、でも圧力も場って使えるかな、難しいな、まあ、すいません、ちょっとお答えできないです。あとはなんか光は何度で磁石になるのっていう質問が、ああ、そんな質問ありました。それは物によりっけりで、
僕が発見したのは、4ケルビンっていう温度で、それはマイナス270度ぐらいの温度です。でもそれは、まあ、これから発見していく、まあ、別の理論の研究では10ミリケルビンとか、10ミリケルビンはだからそのめっちゃ低いんですよはい、だから4ケルビンの何ていうか1000分の1とかそういう、はい、温度とか。でもまあもっと室温で見れるような現象も、まあ、できれば見つけていきたいなとは思っています。はい、なんかその温度があまりにも低すぎるとやっぱりその日常生活とかそういう技術面に応用するときは難しくなるんですか？そうなりますね。その温度と波長が大体関係してまして、その光の、あの波長、つまりこう光ってこう目に見える光もあれば赤外線もあったり電波もあったりして、で4ケルビンとかだとなんか電波とかの領域になっちゃうんですよね。でどん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 温度を上げると目に見える光になってくれたりするんですけども、その温度って結構高いというか、はい、何百度とかいう領域になるのでなかなか難しくはあります。もちろん。じゃあ、まあ将来的にその何ていうんですかね、まあ、もうちょっと技術が進んだ時にどういうふうに生活の中に応用できるんでしょうかみたいな質問もあるんですけど、はい、それをこう頑張ってこう、あ、そう、これでこう書こうとしたんですね。こうこの物質を温めたらレーザー光線とか出ないかなみたいな、そんなモチベーションで研究してますって言ってて、で多分これ僕の言葉が足りなくて、なんていうかな、今例えば火力発電ってこう水をこう温めて水蒸気にしてタービンを回して機械的なエネルギーにして、でそれを電気のエネルギーにして、でその電気のエネルギーをレーザーデバイスに入れたらレーザーが出ますみたいな、こう回りくどいことをしてるんですよね。でそれを、まあ、熱からいきなりパッとレーザー光線出たら、あのエネルギーのロスも減るかもしれないし、なんかこうあまり光が乏しい環境下でも熱から光を作ったり、それで植物を育てたり、なんか光のエネルギーでこうエネルギーを伝播するとか、そんなことも可能になるかもしれないなという夢で研究はしてます。はい、ただそれはちょっと端折りました。3分やったらやっぱり難しかったと思います。一緒にあのコンチェを作ってみて田原さんとかはどうでしたか？どこを入れてどこを削ろうか、3分に収めるっていうのはすごく、僕も物理を研究しているんですけど、物の説明をするのにある程度時間も必要で、でやっぱり思いも込めたいからっていうのがあると、まあ、こういう形にまとまっていった、うん、そうですね。でも初めの段階よりもよっぽどたくさんこうあのいろいろ手を入れたので、いやだからとても形になったと思います。いいんですかね、詰め込みはしましたよ。まあ、だからどんな研究で自分が何をやってどうしていくのかっていうのはもう、うん、全部入れた結果盛りだくさんにしました。はい、でもすごい持ってる情報量の割にって言い方があるかもしれないけど、すごいすっきり仕上がったなって、すごい綺麗な。あ、そうですか。チェーンに仕上がったなと思います。はい、ありがとうございます。だからなんか結構マスメディアからもこれは評価が高くて、あの見せ方とかだと思います。すごい分かりやすかったので、この続きが知りたいっていう声が割と高かった、評価が高かったので良かったなと思います。なんで結構そのなんか大学の教職員研究者とかイラストレーターマスメディアには結構その評価が高くって、で一方で小中高の教員からのなんか評価のグラフがちょっとなんかこう形がちゃうんですよね。なんで、うん、多分小中高で教えるにはちょっと難しい内容だと思いはったんかなっていうふうに個人的には思いました。はい、なるほど。刺さる人にはすごい刺さったっていう感じだったのかなと思います。はい、なんかその物理って生物とかに比べてちょっとハードルが高いような印象があって、なので、まあ、多分自分がちょっとよく分かってないからかもしれないんですけど、でもその中ですごい分かりやすくまとめてくださったなっていう印象があります、運営側としては。会場からどうですか、バンバさんに何かコメント、これは言うときたいとか、バンバさんからもこれは宣伝しときたいとかがあれば。宣伝でも言うときたいとか。いや、まあこれをやってよかったかっていう話はまだ後から聞かれるのか。聞いていいですか。いや、だからなんていうかな、こうこういうのまとめる機会ってあんまないんですよね。だからまあいいきっかけというか、自分自身をそろそろプロモーションしなきゃいけないっていうこともなんていうか、はい、最近感じるようになって、
まあ、こういうのを作って、なんちゅうかプロモーションの動画とか、昆虫とかを自分で作って、自分の研究とか、自分自身をなんかプロモーションしていくきっかけの一つになったなとは思います。はい。バンダさんは当日も髪を決めてきてくれましたけど、はい、今日も T シャツを下ろしてきてくれましたり、はい、なんかこうプレゼン、やっぱまずは一つ笑いをパッと取らなきゃいけないというのは取らなきゃいけない取った方がいいっていうことは意識してて、まあけどそれで、まあ、笑いの話してるそうじゃないの、まあ、笑いの話はしてなかった、してない、髪とか、髪とか T シャツでしょ、はい、あ、でも良かったですよ、でも皆さんあのコメントし忘れてらっしゃるような気がするんですけど、うん、これこれこれを説明するときにこれ、ね、バンバさんあれで僕とトトさんのようにっていう笑いを入れてったのに、はい、そこに関してみんなさんの評価がないってなっちゃった、僕はバンバさんさすがってすごい思いました、はい、ここだからその初めちょっとだから、ね、髪の毛を決めてきましたちょっとこれで一つじゃできれば別れを取って、で多分なんか途中でだれてくるから、あ、ここでもう一回ぐらいちょっと笑わせなきゃいけないんだろうなっていうのは意識してました、はい、ちゃんとコメントにありました、あの、よかったです、親しみやすいってあの例えを入れてくださって分かりやすかったです、分かりやすいかは分かるけど、いや、さすがでした、なんかその結構あのこの鏡の当日に先立って身体表現のワークショップとかその話し方のワークショップとかをこう運営側でやったんですけど、まあ、エータさんは一回来てくれはったんですけど、あのその時に結構見た目とか自分のその見た目とか研究者自身のプロモーションも結構大事っていう話をあのパフォーマンスの方がおっしゃってて、なのでその視点とか、あとその相手がどういう風にっていうか観客との掛け合いっていうか距離感を測っていくっていうのが大事っていうのを、ラボゴカの方もパフォーマンスの方も両方おっしゃってて、なのですごいこう実践されてて、なんもなんかすごいなと思いました。ああ、まあちょっと知り合いになんかお笑い芸人が笑い芸人のサイエンスコミュニケーターがいて、はい、あ、多分当日も来てあって、まあ、その人も見ながら、ああ、なんか、はい、いろいろとやらなきゃいけないんだなっていうのは、はい、思ってました。同じ関西人として誇らしく、ありがとうございます。そのパッパッさんの50年間見つからなかったんですけど、はい、あの、なんかコメントでもちょっとあったんですけど、俺もなんか、もうちょっとどのくらいすごいのかちょっと聞きたかったな。50年間見つからなかったのは、はい、ずっとみんなやってたのに分からなかったのを発見されたっていうのはすごいことなんです。いや、まあ、50年間見つからなくて、結局 今でもまだ実は見つかってなくて、だからそのトリックを使ってるというか、ちょっとごまかしといえばごまかしで、光じゃなくて別の波でやりましたっていう研究ではある。だからそれはちょっとアイデア勝負というか、ただあと、同じような発想の人は20年ぐらい前にいたんですけども、まあ、きちんと示さずに、まあ、アイデア段階だったのを、まあ、自分の研究では、まあ、ちゃんと証明までしましたっていうところはあります。あと研究者人口が少ないので、各国にだから一グループあるかどうかみたいな、そういう感じなんで、やっぱ研究者人口が少ないとやっぱ研究は進まないというか、まあ、ニッチな研究をしているから、まあ、50年間、うん、未解明な問題もゴロゴロあったりするという感じです、はい、意外でした。研究者人口が少ないです。少ないですね、はい、だから、ね、日本の学会で発表してもそもそも分かってもらえないというか、どこで発表したものというところはあります。これすいません、僕も物理を完全に忘れた人間なんであれなんですけど、スピン波でその磁性体でやってるじゃないですか、はい、で磁性体を温めてった時に、うん、スピン波が、うん、はスピン波が どうなんその光の時だと、その光が普通に輻射されてくる、で出てくる、で出ないんですけども、みたいなイメージはつきやすいんですけど、はい、スピン波が、うん、その揃って磁石になってたのを温めた時に、スピン波はどうなるだろう、ですね、どうなるというか、その まずスピン波っていうのは改めて説明すると、こうなんか磁石ってこう小さな磁石がこう並んでる、で鉄イオン、今の場合は鉄イオンです。鉄イオンが一つ一つ小さな磁石でこう全部揃ってる。でスピン波っていうのはこうどっかのやつが揺れたら、その揺れがこう波打って
別あのつまり同士に何かこう伝わっていくっていうのがスピン波であって、で熱いと、まあ、こいつらはワシャワシャ動いてて、まあ、乱雑に動いてますっていうのが熱い状態、これどんどん冷やしていくと、まあ、ワシャワシャがこう減っていくんですけども、ある温度を境にこう全体的にこう傾くと、傾くような、まあ、想定因って呼ばれる、まあ、現象がある。この傾きが詰まるところ、光の場合でいうところのこの何ていうか磁場が立ったということに相当しますよね、同じですよねということを示した。なんかみんなふんみたいなふんみたいなところ。はい。いやそれ、うん、イメージがだからつながらず。はい、という、はい、研究です。はい、それを、まあ、50年間未解明のやつを発見しましたという、うん、触れ込みで発表したというところです。まあ、それは別に、うんまあ、間違いではないけど、まあ、ちょっと、まあ、50年っていうのを、まあ、強調は意識してしてますよねっていうのは、はい、その通りです。ぴったり時間です。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。